で京都の、まあ、前線のプレスで、まあ、ボールを奪いに行きたい、つまりそれを出してくるところをしっかりと抑えていきたいというところ。抜けて宮代シュートだ。うまく抜けてきました。少しこう京都のハイラインのところですね、ボールミスに食いついたところ、もちろんミス絡みなんですけども、そこも逃さずに宮代を見てましたし、まあ、瞬間的に空いた空間を見逃せませんでしたね。左で、まあ、コースは2つあったと思うんですね、フォアとニア、ギリギリまで